トットリチャード・レドモンドは、アメリカ合衆国フロリダ州、ピネラス郡セント・ピーターズバーグ出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。2003年の MLB ドラフトで、カンザスシティ・ロイヤルズから40巡目指名されたが、セント・ピーターズバーグカレッジへ進学した。2004年の MLB ドラフトで、ピッツバーグパイレーツから39巡目指名され、6月4日に契約。 2005年、参加の A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズで、プロデビュー。15試合に登板し、1勝2敗、防御率1.98だった。2006年は、A 級、ヒッコリー・クローダッツで27試合に登板し、13勝6敗、防御率2.75だった。2007年は、A 級・リンチバーグ・ヒルキャッツ、A 級・アルトゥーナ・カーブでプレー。A。 リンチバーグ級では25試合に登板し、7勝12敗、防御率4.54だった。2008年3月26日に、タイラー・イエーツとのトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍した。この年は、AA 級ミシシッピ・ブレーブスで28試合に登板し、13勝5敗、防御率3.52と好成績を残し、サザンリーグの MVP を受賞。 オールスターチームにも選ばれた。オフの11月20日に40人枠入りを果たした。2009年3月16日に、ブレーブスと1年契約に合意。同日に、トリプル A 級グーイネットブレーブスへ移動した。3月25日に40人枠を外れ、トリプル A 級グーイネットへ降格した。この年は、トリプル A 級グーイネットで27試合に登板し、9勝6敗。 防御率4.41だった。2010年は、トリプル A 級グーイネットで28試合に登板し、9勝10敗、防御率4.26だった。5月28日のルイビルバッツ戦では、ノーヒットノーランを達成した。2011年は、トリプル A 級グーイネットで28試合に登板し、10勝8敗、防御率2.92だった。オフの10月に開催された、 グアダラハラパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。11月2日にブレーブスとメジャー契約を結んだ。2012年3月2日にブレーブスと1年契約に合意。3月18日にトリプル A 級グーイネットへ移動した。6月17日にメジャー初昇格を果たしたが、登板のないまま6月20日に降格した。この年は、 トリプル A 級グイネットで18試合に登板し、6勝6敗、防御率3.58だった。2012年7月14日に、ポールやニッシュとのトレードで、新シシナキレッツへ移籍。同日に、トリプル A 級、ルイビルへ移動した。7月17日にメジャーへ昇格したが、登板のないまま7月18日に、トリプル A 級、ルイビルへ降格した。7月31日に、 再び昇格したが、当番のないまま8月1日にトリプル A 級ルイビルへ降格した。8月18日に再昇格し、同日のシカゴカブス戦で先発起用されメジャーデビュー。3回1、3を投げ、7安打4失点を支給と結果を残せず、メジャー初黒星を喫し、8月19日にトリプル A 級ルイビルへ降格した。 登録枠が拡大した9月4日にメジャーへ、再昇格したが、登板はなかった。この年は1試合に登板し、0勝1敗、防御率10.80だった。トリプル A 級、ルイビルでは8試合に登板し、2勝5敗、防御率3.77だった。オフの11月26日に、レッツと49万ドルの1年契約に合意した。2013年2月1日に、 ディーフとなった。2013年2月8日に、ウェーバーで、ボルチモアオリオールズへ移籍。3月16日に、トリプル A 級ノーフォークタイズへ移動した。3月22日に、ウェーバーでトロントブルージェイズへ移籍。同日に、トリプル A 級バッファロー・バイソンズへ移動した。5月29日にメジャーへ昇格。2試合に登板したが、結果を残せず、6月8日に、 トリプル A 級バッファローへ降格した。7月2日に再昇格。7月7日のミネソタツインズ戦で遺跡後初先発し、5回を1安打に失点4死球に抑え、メジャー初勝利を挙げた。8月3日にトリプル A 級バッファローへ降格したが、8月11日に再昇格した。この年は17試合に登板し、4勝3敗、防御率4.40だった。 2014年は初めて開幕ロースター入りを果たした。この年は42試合に登板し、1勝4敗1、セーブ、防御率3.24だった。2015年は4月に2試合に登板したが、防御率16.62と不調。16日にディーフとなり、26日にトリプル a 級バッファローに移動した。5月18日にメジャー契約を結び、 再昇格したが、翌19日に再び、ィーフとなった。6月22日に再びメジャー契約を結び、再昇格した。7月2日に3度、リーフとなった。7月5日に、トリプル a 級バッファローに移動した。オフに自由契約となり、11月25日に、ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結ぶ。ありがとうございます。